準がをまず設定しましょう。体調バッチリな時と一切遜色ないパフォーマンスを発揮するが対処できたなのか、とりあえずその場をしながら、とりあえずその場をしながら、あ、 OKOK、 それだったらいろいろやりようがあると思います。その場をしのげたっていうのは何をもってしのげたってことになりますか。周りとか指揮者とか高い指揮じゃない、もっと見てとか、体調が悪い時の特有、そういう時だけされる指摘を回避できたら成功ってことね。もっと拭いてって言われるのがメインですか。が多いですね。うんうん。で今日ちょっと体調いまいちね。じゃあ普段よりかは、音量が出ない状態だと思われる。持たない。あ、体力が。それって指摘的には何か言われますか。持たないとかっていう。どういうふうに言われますか。やっぱこれも音量ってこと。頑張れっていうのは。やっぱ音量ですね。うん、音が飛ばない、聞こえなくなる、そもそも小さめになるっていう。うん、なので今日体調いまいち、その中で。無理をせずに、あるいは大きく無理はせずに、ちょっと音量が出たらそれ使えるかもっていうことで、じゃあその作戦をちょっと探してみましょうか。話の意味わかります。はい、じゃあとりあえず作戦前今の体調で拭いてみるっていう。まあそうですね、うん、普段体調悪い日は無理した上でもっと頑張れって言われる感じですか。無理できなくて無理せずに拭いてる。無理して拭いて無理だよと思われる。で無理しててもちっちゃいと、もっと出してと。でそれは普段はそこまで言われないわけですね。普段は言われる。まあ言われたりもしますけど。明らかに増える。増える。OK、わかりました。じゃあ。なんか拭いてください。音階。まあ音階でいいってことにしましょう。はい。で拭いてる感じどうですか。体調悪い皮膚の感じする。はい、じゃあ今拭いてる時こうなったじゃないですか。体調悪い感じするつだ。はい、ここで拭いたらどうなるかな。そう、そこで、うん、ああ、しんどいね。なるほど。そこをなんとかしようとしてこうなってたってことですね。じゃあ、タラララまでをここでなんとかするやつで、タラララまでお願いします。しんどいワンの方、こっちの方が響いてません。ちょっともう一回ここで、あ、そっちだ、それ、こんな感じね。どうかな。そう、遠くで聞いててどうですか。 音量一緒、音量一緒、音色一緒。いっぺんに言われてるでも誰かは言ってる。あとの方がはっきり聞こえました。あとこっちの方、はい、あ、こっちの方はっきり聞こえたんだ。なんか見てほしいです、はい、これどっちモード、ま、まず頑張るモードから。頑張るモードで、しんどいわ。まあ、こっちの音小さいか。そうですね。OK、でもここ出発点にしましょう。こっちはあの無理してない状態ですよね。そしたら、ローベイを伸ばしながら、息がなくなっていくのを感じながら伸ばしてください。ふーって。
そうそうっていう感じで、タラララタラララタラララララララ、出てますよね。だから今息の動きをちょっと促したって感じですね。で体調悪い時はこうやって引き出してもまた止まるのが早い日とかかもしれない。やっぱまたそこでもう一回これやってみたいな復帰作戦として一日中使えるかどうか。5、6回使ったらもうこれすら無理みたいな、あのみたいになりますかね、どうなんでしょう、ね、そこはやってみてもらって、だから体調の悪さとかにもよるかもしれないですね。だからこれがユンケル的なものだったら1本目だけ効果で2本目からもう無理みたいな伝わってるわね、皆さんユンケル効果あの分かんなかった人はあのおじさんお姉さんに聞いてみてくださいね。そうね、呼吸を促したんですね。今のは。ユンケル的なのか、とりあえず何回でもこうやっていって、その都度少し音が出るようになるのか。で今は無理はしてないと思う。出てくるのを待つっていうのがポイントかもしれない。体調が、だからバテてる日とかでもそうですね。前の日の疲れが残ってる時とか、ちょっと朝早くて調子が出ない時とかっていうのも、そうですね、ほんのちょっとで、例えば今の口でこんな感じで鳴らしたいなっていうのがあります。それができる状態になってない、なってないから吹かないってことできますよね。なってないけど無理やりするってことできますよね。なってないからならないけどとりあえず吹くってこともできますよね。それをやってみますねなってないからならないけどでもいいやってことに吹くして吹く、何しようかな。でこのハイデーをもっとバリーンとなるイメージなんですけど、ならんなって思いながら吹いた、ね、でならんかったから特にどうこうじゃなくて待つスタンスのでなんなので、まあじゃあもう一回吹くかって。してません。3回目。なりでかくなりましたよね。なんかがハマったのか、ちょっと息が出るようになったのか、もはやわからないけど、特にアプローチは変えずに、こう吹きたいな、吹いてみようっていう時に、その通りにならないっていうことに対して自分は渡しない。同じアイデアだと思います。息がなんかうまくいかないな、じゃあどうしよう、じゃあとりあえず出ていかせて、とりあえず入れてあげて、でちょっと順サイクルしてみたいな、いかがでしょう。疑問点、質問、今のに関して
じゃあトップバッターありがとうございました、はい、お疲れ様でした。